皆さんこんにちは。私たちがフリーサイジーンズです。高橋香乃です。横田未来です。今回の企画はですね、あなたの心も丸裸、実はえぐいことも考えちゃってるんじゃないよ。視聴者参加型心理テストゲーム、イエーイ。怖い怖い怖い。はい、ということで今回は、はい、皆さんも一緒に、このカメラの向こう側の方も一緒に参加ができる心理テストをやっていきたいと思います、はい、なんか何か選んで、それを選んだ人はこういうタイプみたいな、そういう感じで、ある心理テストを皆さんでやって、みんなの心をまだ裸にしていきたいと思います。やだ、裸にされちゃうのかい。本当にみんなの心、ちょっとビビの楽しみにしてますね。みんなお互いの楽しみにしてよ、うん、はい、それではやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ジョイフルエリ。はい、ということでまずじゃあ1問目からやっていきたいと思います。はい、私がお題を読むので2人で答えていきましょう。はい、いきます。まず1つ目は、歩いていたら道の真ん中に大きな蛇がトグロを巻いてこちらを見ています。さあどうする。トグロを巻いて、トグロって何？あ、巻いてるのか。あ、巻いてる、うおーみたいな、あ、シャーみたいな、そう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 。慌てて引き返す。2. 他の道を探す。 3. 蛇が逃げるまで待つ。 4. 棒を持って追っ払う。 5. 平気でそのまま歩いていく。引き返すってそのまま帰るってこと？どっかに行くってこと？引き返す、そうだね、まあ、どっかに行く、戻る、戻る。決めました。決めた。せーので言う、せーの、2番。おー、戻ります。まあ、慌てて引き返すか他の道を探すか、比較2人の答えになります。はい、さて答えは、答えを合わせを、せーの、バン。あなたの恋人への順応力、恋人への順応力が分かります、うん、はい、じゃあまず未来ちゃんは丸1を選んだということで、はい、順応力が弱い人です。何それ。恋人との交際は両方の親が公認して付き合うのが理想的。すごい合ってる。そうなんだ。未来さ、相手の親にも知られたいし、自分の親にも知っててほしい。ガチです。え、ビッピは、カノは、点がとっても効く人、うん、順応性があるように見えて意外と潔癖症で強情な面もある人。恋人との交際はわがままな人という印象を与えやすいので注意。どういうこと？恋人との交際はわがままな人。まあ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 、確かに、うん、確かにって感じ。はい、じゃあ他の答えを選んだ視聴者さんの答えはこちらになります。こちらです。どうでしたか皆さん。どうでしたか。いっぱいいろんなのあるけどね、うん、皆さんも楽しんでやっていきましょうね。はい、じゃあ続いていきます。道路に人が倒れています。その場所にはあなたしかいません。どうする。丸1、さっさと通り過ぎる。2、もっと来た道を引き返す。3、携帯電話で救急車を呼ぶ。4、声をかけてできる限り面倒を見る。決まりました。決まった。せーの、4。声かけちゃうかも。大丈夫ですか。あ、でもそうだね、カノも4だわ。4か。先に声かけるかも。そうそう、で、お水とかあったら渡して、ね、対応することだけできるね。うん、確かに。はい、じゃあ答え合わせしていきます。じゃじゃん。トラブルに遭った時の対応であなたの本当の心が分かります。怖い、え、怖い。じゃあ私たちが選んだ4番は、責任感が強くて自分にやれることをやろうと努力しているあなた。他人の考えや行動を当たりにしないためそれぞれ苦労も多いが心の満足度は高い。おー、あー、まあ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 、それはいいことだよね。他の人の行動を当てにしてないっていう、うんうんうん、まあ多分みんなそうだよね、普通、うん、みんな3か4かけちゃう。通りすがる人なんていないでしょ。今他の答え選んだ人はしっかり自分の本当の心を確かめてみてください。はい、こちらです。はい、じゃあ次の質問は、はい、じゃあ次の質問は、あなたは人気モデルです。今日のファッションショーの撮影場所はどこでしょうか。おお。1、撮影用スタジオ。2、教室。3、交差点。4、教会です。もうこれは未来もう即答だったね、カノも、じゃあせーの、1番。はい、じゃあ1番の回答見ていきたいと思います。はい、どの場所を選んだかであなたのカリスマ度が分かります。1番を選んだあなたは、はい、カリスマ度 22%。あなたはごくごく普通の人です。なんでそんな失礼なこと言うんですか。おい、え、これだけ偉
らしい。でも一番最後の教会を選んだ人はあなたはものすごいカリスマ性の持ち主です、他の人とは違うオーラを放っているので周囲からも特別されてるかもしれません。だって教会で撮影ってないよね。マジか、普通の人。まあ確かに普通ですけど、普通ですけど、ちょっともうちょっとレベル高くありたかったよ ね。なんなら低いとか言われたかったなら、ごくごく普通の人で。普通って一番嫌だよね。一番っぽくない、なんか悲しい。じゃあ続いていきます。あなたが飼いたいペットは次のうちどれ。1小鳥、2猫、3犬、4亀、5金魚、6蛇、7クモ。これはもう見る即答です。せーので言う。うん、せーの、3。おお、私猫と犬です。はい、このテストではあなたの嫉妬深さが分かります。うわ、これ合ってたらすごいぞ。みえ、自分の嫉妬深さ知ってるから。でもカノン、これはすごいぞ。2番を選んだ私は、とてもやきもち焼きのあなた、特に自分が産んだ子供のように相手のことを考えてしまうので思い込みが激しくなりがちです。あ、でもあるかも、たまに。本当？なんかたまに。嫌がそれなんだけど、感強くな、何どうしたの。めっちゃやきもち強くあれする、思い込む時ある。思い込むし、相手が女の子の投稿にいいねしてるだけでやだ。でもみなりちゃんが選んだ犬は嫉妬深さは弱い方、お互いが対等に生活できるようなそんな良好な人間関係を望んでる。あ、望んでるかも。それは望んでる。望んでるはいるけど嫉妬はしますよ。じゃあ続いて、立ち入り禁止と書かれた看板を見つけました。この先にはどんな場所が広がってるでしょうか、うん、1山、2古い家、3森。あ、ミラもこれ即答だ。行きます、行きます。せーの、1、3。おお、森や、森です。かの1、山、行きます。せーの、ポン。このテストではあなたが隠したい性格が起こります。恥ずかしいよこれ。1番、毒舌。うん、そうなんだ、別に隠してないよかな。3、妄想好き。そうなんだ、合ってる。妄想するんだよね。めっちゃする。する。付き合ってない人とめっちゃ好きな人だとめっちゃ妄想しちゃう。うん、私、推しとかできたら妄想してた。まあ、でもそれはあるね。恥ずかしいなこれ。おい、恥ずいなこれ。丸裸か、丸裸か。次、鏡を覗いたら不思議なことが起こりました。一体何が起こった。1、別の人が映っている。2、何も映っていない。3、背景の場所が変わっている。3がいい。みやも3。いいですか、いきますよ。このテストではあなたの二重人格度が分かります。3を選んだあなたは二重人格度 23%。 どんな時も同じ態度で表裏のない性格。当たってんじゃない。イエーイ、嬉しい、嬉しい、よかった、イエーイ。はい、次、空を見上げると雲が一つ浮かんでいました。この雲を見てこれからの天気を予想してください、はい、1、晴れる。2、雨になる。3、空一面曇ってくる。4、雷が落ちる。5、晴れたり曇ったり。6、虹がかかる。虹がかかる空には、せーの、6。このテストではあなたが S か N かが分かります。1を選んだあなたは S でも M でもありません。基本的に精神面で大きな変化があることはありません。あ、そうかもしれない。どっちにもなれる。まあ、それとはいるよね。次、6、まるで別世界に生きているような人間。 S の傾向も M の傾向もありません。なにこれ、宇宙人みたいに言うなよ。ひどいな。まるで別世界に生きていた人間。人間じゃないって言われてる。虹がかかるんだって言っただけだぞ、カノ。人間じゃありません。超人間ではあるのに、別世界にいるような人間。まあ、どこにいるの？褒められてるよね、これ。どこにいるの？ね、なんかよくわからん。ね。続いて最後の問題になります。はい。続いてはおまわりさんが大急ぎで自転車に乗り走りすぎていきました。何があったと思いますか、はい、1、事件が発生した。2、どこかに財布を落としてしまった、うん、3、泥棒に逃げられたため追いかけている。4、急にトイレに行きたくなった。5、デートに間に合わないため。警察でしょ、デートする。警察だろう。いや、私もう決まりました。はい、せーの、3。おー、このテストではあなたが恋愛に何を求めているかが分かります。知りたい、知りたい。1を選んだカノはあなたは
周囲の人にチヤホヤされるのが好きです。自分の行動や考えを人に見せて注目されると喜びます。どういうこと、どういうこと。赤ちゃんじゃないか、こんなの。ほら、次3ですよ。あなたは周りから同情を引きたい人です。そして友人をそそのかすのも得意です。しかし自分がそそのかされるとその気になりやすいタイプです。騙すのが好きだったよ。そういうことじゃないでしょ。騙すのが得意、思わせぶりみたいな、そういうことじゃない。怖っ。でもどっちもどっちもだよ。どっちもどっちやな、それは、うんうん、恋愛に求める、はい、あ、恋愛に何を求めてるかなのね。なるほどね。なるほどね。丸裸ですね。裸でしたね。さすがに。そんな感じで心理テストいかがだったでしょうか。でも本当に自分のあれを丸裸にされたので、うん、恥ずかしい。恥ずかしいね。全部バレたね。恥ずかしかった。皆さんもぜひ一緒にやってみてください。はい、ということで今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございました。振り袖ティーンズでは毎回ジュフルエリさんの振り袖を着ながらいろんなことに挑戦しているので、毎週金曜日夜18時に動画が公開されています。チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ということでドン・キホーテに行っておすすめ商品を買ってこようと思います。行ってきます。はい、それでは早速紹介していこうと思います。